チャオ、あっちゃんです。今日はね、りょうのバースデーってことで混ぜ寿司にしました。ちょっとね、夜はね出かけるんで、ね、だから昼ね軽く食べようか思ってんけど、まあバースデーやしね、そんなお金かかってんのね、鮭2尾とあとその辺にあったものアボカド、それぐらいでできてるから、これでもね700-800円ぐらいかな、700-800円なんよね。だから豪華に見える寮、のバースデー昼ご飯です。バースデー昼ご飯ね、まあまあ普通の昼ご飯やけどね。はい、鮭の混ぜ寿司では食べましょう。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯はね、お寿司、混ぜ寿司やねんけどね、めっちゃ腰痛いのよ。今日ちょっと病院とってね、帰ってきて軽く混ぜ寿司やねんけどね、なんかね2日ほど前から急に腰が痛くなってね、耐えられへんかって。いきます。ちょっと酢飯甘いからもだけど、そういうのがいいやん。あ、いい感じ。いい感じに仕上がっておりますわ。あのね、今日はちょっとね考えてることがあってね、寮のバースデーやから、ね、いい思い出になったらなと思って、ね、いろいろ考えてんだけど、お昼は混ぜ寿司で、ね、バースデーやからってわけでもないんだけどね、まあ混ぜ寿司の方が安上がりやし、や、美味しいしね。コンコン、これ1人前200円ぐらいかな。鮭がね、1切れ250円、2切れ。アボカドがね、250円、でかいやつ。だから、それで、750円ぐらい。で、卵が50円。あとは適当な野菜とかないから、800円弱ぐらい。まあ行ってね、1000円行ってないのよ、4人前で。よいしょ。うん、あ、のりちょうだい、のりをくれ、のりちょうだい、もうないね、1枚で終わりだ。ちょっとね、いろいろあって、おっちゃんも考えてることがあってね、採血のハッタル外しとこ、考えてることがあって、採血の剥がすんちゃうで、こんなん考えてることちゃうで、いろいろあってね、もうおとなしくすんのやめようと思って、あんまり言っちゃうとね、まだあれやねんけども、近いうちに発表できると思うよ。
り。で、近いうちに答えをなると思ってるんで、ね、お楽しみに。ファンの人には喜んでもらえると思うよ。いい答えが出ると思うんで。要はね、ファンの人が喜んでくれるっていうのは、あっちゃんが幸せで笑顔で楽しくやること、それを望んでくれてる人がファン。だからファンが望んでくれてるあっちゃんの幸せがもう近いうちに発表できると思う。で、あっちゃんのことが腹立って仕方ない人、あっちゃんが幸せだと悔しいでしょ。だからとことんあっちゃんがやるから。私のこと、あっちゃんとあこが幸せで笑顔でいてのは悔しいんでしょ。だからあこを一生懸命傷つけようとするけど、ちり答え出すからね。ファンのみんなは楽しみに待っててね、いい答えが出るからね。先に言っとくけど、いいようなことしといて、しれっと、ね、何もなかったかのように戻るなんて甘いことはささへんからね。どうも裏でこそこそ言うとる人が、しれっと戻ってきとる人もおるみたいやけどね。そういう情報は得てるけどね。そういう人ってね、自分がひどいことしてることに気づいてない場合もある。私は悪いことしてませんとか思ってる人もいてるけどね、無念ってやってよね、何をしてるのかって。あっちゃんをあこのひどいことするのもあっちゃんにとっては許されることじゃないからね。自分あっちゃんのこと以上に許されることじゃないから、きっちり近いうちに答え出すから、ファンの人は喜んでくれると思う。長くかかったけど、この10年目を、ね、きっかけに何かしら変わっていくと思うよ。こういうことも言わずにね、バシッて答え出す予定やってんけど、人間ね、ずっと耐えとって我慢しとっても
までたってもやってきてくるやつがおる。降りかかる日の子はやっていかなあかんし、やっぱり変なね、いくらね、なんちゅうかなね、もし外にこういうことをすると構ってくれてると思うから、またするんかもわからんけど、正直こっちもね、静かに何もせえへんってのもしんどいよ。うちに答え出します。あっちゃんは今日は寮のバースデーで晩ご飯楽しくね、ね、記憶に残る楽しい一日を過ごそうと思っているんで、で、日々日々いろんなことがあって、いろんなひどいこともされてきて、うちに答えは出て終わりにできるかなと思ってんだけどね。まずスルースキルっていうのは何かって話もまたいつかしようかもだけど、みんなが言ってるこんだけやられとっても何もせえへんのがスルースキルってよく言うけど、そうじゃないんよ。スルースキルっては何かって言ったらそういうことじゃない。またその話もいつかします。ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯は、今日はリオの誕生日ということでね、軽くゆるっと、これバースデー、バースデーレシピじゃないんだけども、ゆるっと軽っと、バースデーメニューにしました。ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯、この辺で終わりにしたいと思います。まあ、晩ご飯はね、メインということでね、まあ、バースデーで美味しく楽しく食べられるもの、いただきたいと思います。バイバイ。今日のあっちゃんのお昼ご飯良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。腰も痛いし、喉も痛いし、体調悪いね。